乾ききった砂漠地帯を通り抜けた後、ルルが入り込んだのは緑豊かな植物の世界。そこは薄暗く、時々光が差し込むだけ。ネモは本の中に姿を消したままです。ここまでルルは土地の人々のお世話になりながら、たくさんの国を通り、驚くばかり変化に富む風景をいろいろ眺めてきました。そして今、原生林の中では湿気が多くて空気が重くよどんでいます。木々の中には高さ40メートルを超えるものもありました。てっぺんのあたりには葉がびっしり茂っていて、日の光はほとんど差し込みません。木から木へつるが絡み合い、まるでおとぎ話の国のようでした。さまざまな動物や植物があふれるばかりです。ルルは滝のそばにかがみ込み、澄んだおいしい水をたっぷり飲みました。少し元気を取り戻しましたが、やっぱりまだ一人ぼっちでした。
本の中に迷い込んだネモはルルを探しましたが見つかりません。金属の足で文章や挿絵を踏みつけて本の中をめちゃくちゃにしていました。ページからページへとさまよい歩いて、ルルの名を呼んでは返事が聞こえはしないかと耳を澄ませました。宇宙船からは遠く離れて、メガロポロとも連絡が取れません。ガイドを見失っては任務を成し遂げられる見込みもなさそうです。解決法はただ一つ、物語の真ん中へ戻ることでした。ネモは秘密機能の一つを使って東洋に行きました。中国ではルルを探すための何百万という忠告でメモリーは満杯。お礼もそこそこに逃げ出しました。日本では疲れることばかり、研究熱心な学者たちに継ぎ目という継ぎ目から体中を調べられました。なんとかこっそり捕鯨船に潜り込み、船底でネモは考えました。どうしたらこのシステムエラーから抜け出せるだろう。Bye.
鬱蒼とした熱帯雨林は、さまざまな虫や獣、派手な色の鳥たちで、いかにも生き生きとざわめいていました。どうしたらネモが見つかるかしら、とルルは考えました。方角を決めかねて、とにかく森のへりの方へ向かいました。地平線に野獣の姿が見えます。枝や葉はもうそれほど茂っていません。青空の一角がちらっと覗き、サバンナはしんと静まり返りました。Thank you.
Thank you.